まさに間一髪だ。現地部隊が分離主義者の第一波を押しとどめたが、敵はバトルドロイドを積んだ重装甲の大型兵員に通じ。はい、どうもニーナです。今日もスターオーツバトルフロント2プレイしていきたいと思います。ナブー防御側ギャラクティックカーサイト進んでいきましょう。最近はナブーがヘビーローテ気味ですまたナブーなんよな。これ敵の方が先にたどり着くよね、確か。現在ファストスポーンということでね。敵をキャンセル。壊したか。危ない。危ない。あ、はみ出てるんかい。わしはみ出てるんかい。わしはみ出てたようだね。結構敵の展開早いね。結構もう撃たれてるってことは航空戦力が出ていると。航空戦力も出ている。これはなかなか厳しそうだね、展開としては。どこ、ああ裏か。なぜわしやねんなぜわしや。いけるかい、いや、いけるかい。でまた懲りもせず出る。やられとる。いるな。撃てないね。撃ててないね。我々撃てていない。我々撃てておらんの。厳しいところだ。苦しそう。どこここ。ベンチの輸送車にダメージを与えた。どうなっている。宇宙に行けるか。もう一発向かってんだ。敵向かっていたな。なかなか全然わかんねえ。場所が全然わからんどっから出とるかさっぱりわからん。制空権は取られてるっぽいよね。一応俺も出てみる。一回上、制空権は取られ、取り返している。ちょっともうちょっと角度つけないと。制空権は取り返している。ちょっと助けつつ。やばい方来ちゃった。お前ならやれると思ってた。お前ならやれると思っていた。一言です。うまくボマーがおとりになってくれてんな。制空権まだ制空権をきちんと取れているから、あとは上空からきちんと援護すれば。大型変異装置に当たった。止まるな。次のイオン攻撃を用意しろ。あぶね、味方のあれにぶつかっ、やっちゃった俺。味方のやつにぶつかってまずいからな。俺か、今度はわしか。あんまりあれなんだよ。やる味方。敵ずっとあれだね。
めん、ごめんごめんごめん、そのつもりはないんだ。だいぶタンクが幅を利かしてる感じするね。グリーバス将軍倒してる味方、さすがだ。もうすまんがやられちまった。よし、地上に戻ろう。味方めっちゃ頑張って撃ってくれたからな。あそこはちょっときつそうか。きつそうだね。ドロイドを探知した。またタンク来るな、これ。行けるか？ん？敵がウェイポイントベータを突破。ウェイポイントベータを突破した。ダメだった、全然粘れてなかった。うわー、任せろ、俺がおとりになる。その間に君はセントリーを撃つな。よし、援護しよう。味方が運んでるのであれば。真ん中結構厳しそうだけどな。タンクおるやろ。早く終わって。ほい、ナイス。ヨーダありがとう。ごめんなヨーダ、お前の体を、お前の体をだいぶ蝕んじまったが、ありがとうヨーダ、なんていいやつなんだ。撃て撃て、そうだそうだ。正面はきつい、さすがの大型変異装置は痛い。じゃあ拾おうか。で反対側を打ちに行こう。これ拾うだけでもポイントもらえるんだよね。スナイプされないよね。ありがとうヨーダ。ヨーダはいつも優しすぎる。待って、これなんかいるな。ボバか、ボバかナインイール。これでどうだ。楽しい。何も見えん画面が。画面何も見えん。何も見えん。いいね。さすがに限界。お、やる。少しでも減らそう。少しでも減らすことによって。モバ飛んでるな、やっぱり。反対側か。間違えた方来ちゃった。ごめん。モバのペットシールからな。さすがに。だよねー、分かってました。ありがとうヨーダ。ヨーダ助けてあげたいな。恩返ししたいところ。ヨーダへ恩返し。ヨーダへ恩返し狙ってこう。俺は前線でとどまることによって粘り、グレネードだ。敵をスキャン中。
前線で粘り、そして、そして、ヨーダに、援護、恩を返していく。ヨーダに恩返ししていこう。あんな、体で守ってくれたことによって2発多く撃ててるからね。で、あれ、別にヨーダガードしてたからって、無傷なわけじゃねえから。もう生きてるけど。我々は戦うために存在する。多分奥まで行きまーす。じゃあ、どうする？どこ行った俺。今のやつどこ行った？待てじゃん。攻撃してる！攻撃しろ！じゃないね。じゃマスターヨーダ。マスターヨーダ触ってない？やだマスターヨーダめっちゃ頑張ってる。マスターヨーダ助けたい。ただ気をつけないとドロイデカも来てるんだよな。そう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 。やれるやれる、ナイス。決してマスターヨーダを殺すことなく助けたい、そういう心持ちだ。マスターヨーダー間に合わなかった。お前間に合わなかったって。期待できるぞ。ごめんて。我々は戦い勝利する。マスターヨーダごめんて。助けられなかった。今日もモーガナ姫か。痛い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 。最近よう見るな、オボガナ姫。敵が東ドアコントロールに東ドアは守ってる方向だな。逆サイも見た方が絶対いいよなこれ。いや突破される可能性はあるよ全然。今すごい有利だけど、だからといってそれが確定するほど。バトルレイヤー見るね最近。我々は戦うために存在する。煙もっくもくだよそこ。ボバも来ていた。行くぞ。ヨーダに恩返しできんかったな。いやヨーダすごいな。まあ本当はねああやってじゅんぐりギリギリまでね自分の命を使って相手の地形を削り新しい人にタッチしていくっていう流れの方が絶対的にまあ強いのよ。1位の人かな。いやすんごい目標意識高かったね。最近のレイヤーはあれだな、逃げないな。最近のレイヤー逃げないな。ブームかな。はい、ということでね、今回はここまでにしておきましょうか。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。